皆さんこんにちは、赤俣影湯でございます。こちらはですね、栄のとある一角でございます。ちょっとお腹が減ったなと思いまして、ヘルシーなタンメンをいただこうかなと思って、こちらのお店にお邪魔することにいたしました。早速入店いたします。こちらがメニューですね。タンメン一押しのお店、丸政タンメンさんでございます。メニューのトップにタンメンが来ております。750円、野菜たっぷりっぽいですね。そしてこちら、極細麺ついに復活、食べたことがない方にぜひお試しください。そう言われたらやっぱり注文しちゃいますよね。さあやってまいりました、タンメンでございます。野菜たっぷりですね。これがいいんですよ。私結構タンメン食べますね。普段あんまり野菜を食べないので、野菜を補う意味も込めて食べております。そしてこちら、極細麺ですね。確かにタンメンというと麺が普通よりもぶっといっていうイメージありますけどね、これは確かに細いですよ。スープとの絡みが良さそうですね。ちなみに通常は多分太い麺だと思うんですけど、こちら極細麺でございます。そしてスープ見てみましょうか。これはどうやら野菜の出汁がたっぷりと染み出した野菜スープのようですね。これがまたいいんですよね。あまり濃厚なのはですね、場合によっては重いなって思う時あるじゃないですか。そういう時こそタンメンなんですよね。そしてですね、食べた感想なんですけど、麺を細くしただけで全く別物に変化しますね。ここで胡椒で味変ですけれども、極細麺に変えただけでですね、今までのタンメンとは全然違った感じになりますので、タンメン上級者の方は一度は試してみると面白いかなって思いました。そしてもちろんこれで全てではございません。やってまいりました、餃子でございます。タンメンというのはですね、もうさっぱりヘルシーですから、サイドメニューを食べる罪悪感というのが全くなくなりますね。タンメンで健康ポイントが 30% ぐらいアップしてますので、サイドメニューで何を頼んでも許されるっていう気分になります。そして餃子の中身どうなってるのですけれども、これは典型的なニラ餃子ですね。やっぱり餃子は一番シンプルなのが一番美味しい。さまざまな変わり種餃子をめぐって最後に戻ってくるのがこのニラ餃子でございます。もちろん焼きたて、パリッとしていて美味しかったですね。ということで皆さん、さっぱりとしたタンメンには餃子が合いますよ。富士には月味噌、タンメンにはニラ餃子。ということで今回の散歩はここまでです。また次回の散歩でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。